ははいどうもこんにちはサイです今日はですね質問コーナーということで視聴者さんから頂い,いた質問にお答えしていきたいと思いますえっ、ー、ともちさんから頂い,いた質問で気づいたら同じ向きばかり描いてしまいます絵をうまく描けるようになりたいと思いますがそう思えば思うほど絵を描くという行為を純粋に楽しめなくなっている自分がいて絵を描くモチベーションも下がってしまいますということでこれはめちゃくちゃよくわかります これはも絵に限らずなんですけど何かその今より上の段階に行きたいってなった時には絶対そこに対して何かしらの負荷をかける必要があって例えば野球とか普通に草野球をやってる分には楽しいと思うんですけどそこから甲子園に行きたいとか目標ですねホームランを打ちたいとか目標を立てた時にそこに向かうためにやっぱり何かしらの素振り例えば1日100回やるとか1000回やるとか。 何かしらの負荷をかける必要っていうのが出てくるんですよね。そうするとそれってやっぱり楽しいことだけではなくてしんどいことっていうのも当然出てきちゃうんですよね。でまあそれを耐え上手くなりたいなら耐えてやるよっていうのは簡単なんですけどまあいや実際やるのって本当大変なのでで今のあのもちさんのその状況で問題点で二つあると思っていてあの一つはその絵を上手く描けるようになりたい っていううとところともう一つはあのモチベーションの問題ですねで先にちょっとモチベーションの方からお話ししようと思うんですけどあのねモチベーションって言葉がほんと良くないと思うんですよね。私もよくそのモチベーションが続かないっ言ったりしてるんですけどモチベーションっていう言葉ねほんと良くないと思うんですよ。もうなんかこの言葉禁止にした方がいいと思う。あの別に絵を描くのにモチベーションなんかいらないです。モチベーションとあとやる気。 これはもう仕事でも勉強でもそうで仕事にモチベーションとかやる気っていらないですむしろモチベーションとかやる気を出さなければできないものってもうダメなんですよ少し前のあれ純子かな家庭教師かななんか CM であの君のやる気スイッチを押してあげるよみたいな CM があったんですけどそもそもねやる気のスイッチのを押してもらうっていうのを人に委ねてる時点でダメなんですよまあ仮にスイッチがあるとして あれをトリガーだとしたら、そのトリガーは自分で弾けるようにならないといけないんですよね。例えば、その塾にいるときは、誰か先生だか誰だかわかんないですけど、まあ、ポチッと押してくれるとして、じゃあ家帰ったらどうすんのってなるじゃないですか。家帰ったらじゃあ勉強しないのみたいな。目的は変わらないのにってことになっちゃうので、その推奨してくださいっていうのはもうダメですよね。それを他者に、その決定権を他者に委ねるんじゃなくて、自分の中でまず何とかしなきゃいけないということ。 でそのモチベーションってね本当に保つのが難しくて例えばなんか新しい刺激を受けろとか言う人いるんですけど確かにそれって一時的なドーピングみたいに効果あるんですよ一時的にはうんと例えば映画とか見に行くじゃないですかまあなんかすごくいい映画を見て何がいいかな今だったらまあ例えば私とかだとあの少し前にやってたあのアベンジャーズがすごく好きだったのでアベンジャーズの映画とか見て見に行ってうわーってめちゃくちゃ感動して いああいう作品が作りたいんだよなみたいな感じで、まあ、テンション上がるとするじゃないですか。でテンションが上がるんですけどそうやってもう下手したら次の日で、まあ、せいぜい持って3日ぐらいかな3日後ぐらいにはそのテンションって落ち着くんですよね。でそしたらまたじゃあ新しい刺激求めに行くのかっていうことになるじゃないですか。インプットすることってすごく大事だと思うんですけどそのなんか刺激くれくれ状態刺激ないと動けないんですみたいなもうなんか麻薬中毒者かお前はっていう。 ブスーッと刺さないと激薬注射しないと動けないってもうやばいだろその状態はっていう状態になっちゃうのでそのやっぱり外的要因に自分のその内面的なものですねモチベーションだったりやる気みたいなものを求めるのってあんまりやっぱ良くないと思うんですよねでその結局外的要因に左右されちゃうからでじゃあどうしたらモチベーションとかやる気なくして動けるようになるかっていうと答えはこれは習慣にすることです 例えばなんですけど朝起きて歯磨かない人なんていないじゃないですかいやー今日モチベーションないから歯は磨けませんみたいな人いないですよね朝起きたらどんなに眠くてももう自動的に洗面所行って歯磨くじゃないですかこれなんですよこれが習慣の強さで ここに感情って何も挟んでないですよね。多少もしかしたら面倒くせえ歯磨くのとか思ってるかもしれないけども、体は勝手にシューって洗面所に行って歯ブラシを手に取って歯磨き粉をつけて口に入れてシャカシャカ動かすっていうこの動作できてるじゃないですか。ってことは、このレベルまで落とし込めたらもう体が勝手に動くっていう状態が出来上がるから、そこに感情が特に入らずに動けるっていう状態が出来上がるんですよね。 歯磨きレベルの習慣までするの難しいっていうの分かります。めっちゃ分かる。習慣にしようとして私も何回挫折したことかっていう感じなので、もうめちゃくちゃその気持ちは分かるんですけど、ちょっとしたコツがあって、最低単位まで分解するっていうことをやってください、まず。だから絵で言うと輪郭を描くとか、1日1パーツだけ描くっていうことですね。1日1枚とか言う人いますけど、 これでもね、まだ弱いですね。一日一枚ってすごいバックリしてるじゃないですか。え、例えばものすごく細かい背景1一枚描いても一枚だし、さらっと顔のアップだけ描いても一枚だし、具体性がないんですよ、一枚っていうのが。まだ抽象的。で、抽象的だと人は動けないんです。だから、もっともっと具体的に落とし込む必要があって、だそれが本当に動ける最小単位。もうこれならできる。 これなら本当にもうモチベーションがゼロであろうと動けるっていうレベルまで落とし込む必要があるんですね。で、それが多分イラストで言うと、とりあえず一筆書くっていうことだと思うんですね。なので、今日は輪郭書いたらもう OK。目標は達成終わり。で、やっちゃう。で、次の日、じゃあちょっと左目書く。左目書いたらもう終わり。で、次の日、右目書く。で、 やっ,てったら最終また、あ、1週間ぐらいしたら絶対そうだなちょうど多分1週間ぐらいで顔出来上がるはずなんですよね。でここからがその習慣のすごいところなんですけど輪郭を描くことができたら多分ねちょっと目って描きたくなると思うんですよ。で左目を描描いたたら多分右目とか描きたくなるんですよ。これは人間って不思議なもので結局最初の一歩を踏み出すのが死ぬほど腰が重いだけでその一歩さえ 出すことができればある程度そこからってて性ででで動いていくことができるんですねあの要は慣性の法則みたいな感じで最初の一歩はめちゃくちゃ重いけどトゥーンってこう押してあげてシューって球を走らせ始めたらまあそこに抵抗が何もなければスーって動いていくみたいな感じですよね。うん例えばあの私毎日1日あの1時間ぐらい走ったり散歩したりしてるんですけどその散歩するっていうことを習慣にしたい時に。 一番最低単位は何かっていうとでこれを10分歩くとかそういうふうにしちゃ絶対ダメなんですよもう抽象的10分で何キロみたいなえ何メートル歩くのみたいなでこれ10メートルとかあえー、よくわかんないってなっちゃうのでとにかく家から出て一歩だけ歩くっていうのを最初の目標設定にしてみてくださいするとね あの家から出るのがまず腰が重いだけで一歩歩いたら普通多分ね <laughs> そのまますぐって歩けると思います一歩だけ出てよし家帰ろうとはならないので、まあ、なったらなったでいいですよ別にあの目標は達成してるのでだけど多分せっかく出たからもうちょっと歩くかってなると思うんですよねでちょっと歩いたらなんか気持ち乗らなかったけどはまあなんか なななんとくあでもなんかいいなって感じになっていい調子になっていい感じになってきてスーてて歩いいいけると思いますなのでそのモチベーションとかやる気とかそういう感情的問題を徹底的に排除しても達成できることを最初の目標に設定するっていうのをやってみてくださいそうすると別にモチベーションがあろうがなかろうがやる気があろうがなかろうがそれはできるっていうことなので続けていけると思います 何事においてもこの続けるっていうことが何よりも大事なのでものすごく高い目標を掲げて例えば今日10キロ走ったけど明日0キロとかそんな極端なことになっちゃうよりは毎日ちょっとのほんと例えばもう本当に1歩とか10歩でも毎日歩き続けるっていうことの方が断然大事だし価値があります。なのでまずは続けられる目標設定っていうのをやるようにしてみてください。 でもう一つあのもう一つの問題ですね。絵が上手くなりたいっていうのもこれもものすごく抽象的なんですよ。ふわーっとしてるんです。で、あのこの価値観もやめた方が良くて、例えば絵を上手い下手で判断するのってすごく乱暴なんですよね。その上手い下手っていう価値観ってものすごくもう二元論じゃないですか。そのゼロ百みたいな。 価値観はまずやめた方がいいです世の中ってそんな単純じゃないんですよね白か黒かみたいなものでバッシーってこう割り切れるものではないので絵がうまいからしても必ずしもいいっていうものでもなくて絵がちょっと何があっても面白い話が面白い漫画なんて本当に世の中にいくらでもあるし逆に絵がうまくても全然心惹かれないよねなんてものもいっぱいあるわけですよそ,のそこはその単純にうまい下手だけで割り切れるものではないので うん、そこでやっちゃうのってちょっと極端かなっていう気はするんですよねだから自分の絵を判断する時も,もう上手いか下手かみたいなもう価値観一旦捨ててください上手いとか下手じゃなくて何が良くないのかな何がまずいのかなっていうのをちゃんと考えるようにしてくださいこれをただ下手とか言い切っちゃうのってただのほんと思考停止なんですよね考えてない思考をしてない まず思考する必要があってその思考するために視点が必要になるからあの例えばあの今 LINE でバランスの取り方の講座やってるんですけどバランスっていう一つの視点を手に入れた時にあじゃあ左右の目のバランスが変整ってないからなんかまずいのかなじゃあちょっと直してみようで直したら良くなったで改善策が見つかるじゃないですか。 そそのの思思考考すするにはは絶対その視点がないと思考はできないいとですよできんよだからその視点を手に入れてもらおうと思って今講座とかやってるわけなんですけどこの絵をうまく描けるようになりたいっていうものすごく抽象的な希望自分の願望をどうやったら具体的なものに落とし込めるかっていうとまずどううまくなりたいのかっていうところですねを考えてみてください。 持さんにとっての「上手くなる」ってどういうことなのかっていうのをもっと掘っていいく必要があると思います例えばかっこいい男の子が描けるようになりたいなのかかわいい女の子が描けるようになりたいなのかでも全然違うじゃないですか。その「上手い」ってもうものすごくばっくりしたワードなので自分がどうなりたいのかですよね。 そこをもっと具体的な目標にすることができればそこまでの道のりって例えばかっこいい男の子が描きたい描けるようになるのとかわいい女の子が描けるようになるのってその目指す方向性が違って登るべき階段も違うわけなので,で自分が登るべき階段が見えたらそれをあとはステップバイステップで順番に積み上げていけばいいだけなので何となくやるべきこととか方向性って見えてくると思うんですよね。でもこれがただ漠然と 絵を上手くなるっていうわワッとした状態で置いとくとえ何からやればいいのって、まあ、そもそも何からやればいいのかが分かんないってなっちゃうのでこれはさっきの習慣化の話と一緒ですねやっぱり具体的に考えないと行動をするっていうのは本当に難しくなっちゃうのでそこをまず具体的に考えてもらえればいいかなと思います。 というわけで最後にちょっとまとめると今回頂い,いた質問の回答としては、まあ、どっちもですね具体的なことを考えるっていう絵をうまく描けるようになりたいっていうのはあの具体的に何をどううまくなりたいのかっていうのを考えるっていうのをまずやってほしいと思いますでモチベーションに関してはそのモチベーションとかやる気がなくても行動できる最小単位ですねまあ絵だったらあの一筆描くっていいと思います 輪郭だけ書くととかそういういことですねでそういう目標を設定してで毎日続けられる習慣にするっていうことですこんな感じで講座の,の中でいただいた質問ってどんどん動画にしていきたいと思いますのでもし何かあったらコメント欄に書いてみてくださいあのさっきの動画の中で言ってる講座についてはあの概要欄に貼っておきますのでもしよかったら登録してみてください はい。というわけで今回は以上になります。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。